トンガデッチョンな、どもども、中年ゲーマーヨロさんです。というわけで今回はサガフェスイベント、第2弾、ロマンシングミュージックジャムを、周回していきたいと思います。まずは今回のイベントについて、簡単におさらいをば、育成に関しましては HP2020 目安の、育成におすすめとのこと、育成上限は制圧戦の、ボスマスと同じといった感じですな。交換所にて SS 剣武器の、サガフェスペンライト、SS 服防具のサガフェス T シャツ、SS 装飾品のサガフェスタオルを、入手可能。そして今回から登場の新アイテム白金のツルハシとも、交換可能。白金のツルハシでこちらの虚狼原石のクエストに、挑戦可能。こちらで入手できる虚狼原石を、集めることで武器成績と、交換可能。こちらの成績をランク10まで上げることで、余ダメプラス 60% のアビリティの武器成績まで成長させることができるようです。これで副属性の術スタイルにも救済措置が施されたといった感じでしょうな。ジョーやバート君用に成績を確保するのもよし。副属性以外でも荒消す用の槍とか、人間女用の体術武器のために、確保するのも良しといった感じですな。どれと交換するか大変悩ましいところでございますな。まあその辺は手持ちと要相談といったところですかね。あと、生放送でもしつこいくらいに言われておりましたが、こちらの成績は自動で鍵がつかない仕様になってるみたいですので、しっかり鍵をつけて売却しないように、注意しておきましょう。今回の育成ボーナス対象キャラは、こんな感じ。新ガチャのピックアップ3名と、復刻ガチャピックアップの3名。あとは残属性と因属性のスキルを持つキャラとなっております。続きまして今回周回していきますロマンシングミュージックジャムの20、ウルトラハードのクエストについて確認をば、こちらで出現する敵はラウンド1も、ラウンド2もプレイアブルキャラの皆さん、毎度おなじみイベントストーリーなしの唐突に始まる仲間割れイベントでございます。耐性は残ダインがマイナス30を、そこら辺のアタッカーを編成して、周回するといった感じなのですが、今回出現する敵さんの HP がこんな感じになっております。ラウンド1の両脇の2名、ドールの HP がかなり高めとなっているのでなかなか、周回しにくい感じでございます。かなり火力が出せるメンツを、編成しないと、少ない手数での周回は厳しそうですな。それでは、ロマンシングミュージックジャムの、20、ウルトラハード、の、私の周回編成の、ご紹介といこうじょのいこ。はい、こんな感じのパーティーでございます。陣形はアマゾンストライク界、配置はこんな感じです。引率3体、完全お着物枠2名の、周回パーティーとなっております。1番にドゥーン、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 82% となっております。ラウンド1、ラウンド2の全体火力枠として採用しております。2番にアントニウスお兄様、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 90% となっております。ラウンド1での全体火力枠として採用しております。3番にウルピナ、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 83% となっております。ダブル烈風剣プラスを継承。ラウンド2での全体火力枠として採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1はお兄様のダブル烈風剣プラス。ジューンの無限の奇跡からの、ステスロス追撃で突破。ラウンド2はウルピナのダブル烈風剣プラス、ジューンの鬼烈眼からのステスロス追撃で、終了です。という感じで4手で終了です。他にも旧正月のバルマンテを、お持ちならば火力枠として、大活躍してくれるみたいです。が、
そこら辺のスタイルを持ってないと、四手での周回は、なかなか厳しいみたいですな。てなわけで、そこら辺のスタイルを使わない周回編成の、ご紹介。陣形はアマゾンストライク回、配置はこんな感じです。こちらも前の3人で引率、後ろの2名が完全置物枠となっております。一番に分散、ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、87% となっております。ファントムレイブンを継承、ラウンド1の全体火力、ラウンド2の横列火力として、採用しております。2番に荒消す、ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、90% となっております。ラウンド1の全体火力、ラウンド2の単体火力として、採用しております。ここはラウンド1で高火力全体攻撃ができるスタイルなら誰でも OK です。3番にアセルス、ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、83% となっております。ミラージュステッププラスを継承。ラウンド1、ラウンド2の削り役として、採用しております。ここはラウンド1とラウンド2を、削り切れる火力が出せるなら誰でも OK です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1は分散のファントムレイブン。アラケスの灼熱大回転。アセルスの現場烈風で突破。ラウンド2は分散の灯し抜き。アセルスのミラステプラス、アラケスの焼きごてで終了です。という感じで6手で終了です。基本こんな感じで周回することになりそうですな。そして、先ほど麻痺が全体に入っていましたが、今回も気絶以外の状態異常の、耐性が例のクエストとなっておりますので、状態異常ハメで周回することが、可能となっております。というわけで睡眠時自動周回ランク上げ用の、パーティーもご紹介。陣形はマギアファイト、配置はこんな感じです。ワグナスで全体麻痺付与、真ん中3名がランク上げ枠、ドゥーンでとどめといった感じの、編成です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1はサイコバインドで、全体麻痺付与。あとは他4名で一方的に、殴られる痛さと怖さを教えてあげるだけの、簡単なお仕事です。ループ技のランク上げをするなら武器を、外してダラダラ周回するのもいい感じですな。就寝中の周回なら周回速度を、気にする必要もナッシングですからね。ラウンド2はマットバインドで、全体麻痺付与。続けて一方的に殴られる痛さと、怖さを優しく教えてあげるだけの、お仕事です。とりあえず私はガチャを引いたら新スタイルを、引き連れてこんな感じで周回してるかと、思います。今回のイベントクエストは、少ない手数で周回するハードルが、結構高めみたいなので、技ランク上げ中心で周回すると、割り切った方が良さそうな感じですな。以上。ロマンシングミュージックジャム20ウルトラハード、私の周回編成のご紹介でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。